皆さんこんにちは、さきです。今回はたったワンポーズで全身がみるみる痩せるバレリーナ式エクササイズをやっていきます。今回のエクササイズの一番の特徴は、複雑な動きをする必要はなく、ワンポーズするだけでいいので誰でも簡単にできることです。簡単な動きなんですが、二の腕やお腹、太ももなど全身の気になる部分を引き締める効果や、続けるごとに代謝アップして痩せやすくなる効果があるので、隙間時間に習慣にしていただけたらなと思います。今回のエクササイズがおすすめの方は、ズボラでなかなか運動が続かない方、40代以降で体力に自信のない方、バレリーナのような優雅な気分で痩せたい方におすすめです。それでは3つのエクササイズを順番にご紹介したいと思います。早速一緒にやっていきましょう。それでは1つ目はプリエツイストという動きをやっていきます。この動きは特にお腹周りの引き締めやお尻の形をきれいにする効果が高い動きです。今回の流れはまず下半身の動きをやります。その後上半身の動きをやって、最後に合わせたものをやっていきます。ではまず足の動きからやっていきましょう。足を大きく開いていきます。つま先は斜め45度外に向けていきましょう。真横まで開く必要は全くないので、ご自身がやりやすいところでやっていただければ大丈夫です。無理につま先を外に向けて、膝とつま先の向きがねじれてしまうと膝や股関節に負担がかかってしまうので、股関節、膝、足首が同じ方向に向くように気をつけていきましょう。ではまず腰に置いておきましょう。このまま片足の膝をゆっくり曲げていきます。はい、膝を曲げた時に骨盤が傾いてしまったり、あとは骨盤の向きが変わってしまわないように、骨盤は正面に向かって左右が同じ高さをキープしたままやっていきます。はい、斜め向きでもやっていきます。膝を曲げた時に膝、つま先同じ向きを向くように気をつけていきます。いいですね。もう一つポイントは、膝を曲げた時に体は前に倒れないように気をつけていきます。今度横向きでやっていきます。地面から背骨を通って頭までが一直線になっているようにします。前に背中が丸まってしまったり、反り腰になって体が後ろに行かないように、とにかくまっすぐ軸を作っていきます。今度腕の動きをやっていきましょう。両手の肘を軽く曲げて腕を前に持ってきます。だいたい溝落ちの前に指先が来るような高さでやっていきます。このまま体をねじっていきます。この時にチェックしていただきたいのが、ひねるのはあくまで背骨をひねっていきます。腕だけが先行して腕の動きにならないように気をつけていきましょう。背骨からツイストしてウエストにしっかり効かせていきます。今度は横向きでやっていきましょう。ひねった時に左右の肩と骨盤の高さが変わらないように意識するのもポイントです。それでは先ほどの足と腕を同時に行っていきたいと思います。左右5回ずつ一緒にやってみましょう。では足を大きく開いた状態で、つま先を斜め外向きにしていきます。背中をしっかりと伸ばした状態で、両腕を前で丸い形を作っていきます。片足の膝を曲げながら、ウエストから上をひねっていきましょう。右足の膝を曲げるときは右にひねっていきます。はい、では5回いきます。1、2、ひねるときに息を吐きながらやっていきましょう。3、吸って吐きます。さあ、膝の向き気をつけていきましょう。はい、バッチリです。では左も5回いきます。背骨は床から垂直になってますか？お尻が出ないように意識していきましょう。3、呼吸しながら。4、お腹を意識してウエストからしっかりとツイストしていきます。5、はい、バッチリでした。
2つ目はプリエカンブレという動きです。上半身を横に大きく倒す動きで、腹斜筋というウエストの筋肉をしっかり鍛えるので、ウエストを細く振ることができたり、足やお尻の筋肉もしっかり使うので、下半身痩せにもお腹にくびれを作るのにも効果的なエクササイズです。ではまず足の説明からしていきます。足を大きく開いていきます。つま先や膝の向きは1つ目のエクササイズと同じです。この状態のまま両膝をゆっくり曲げていきます。では腰に置いていきましょう。この時も両足の膝がつま先とそれぞれ同じ方向を向くようにします。女性の方は特に膝のお皿が内側にこう入りやすいので、股関節からしっかりと太ももをこう回すようなイメージで膝のお皿外に向けてやってくださいね。はい、いいですね。では今度腕の動きいきましょう。両手を横に伸ばしたところから、片手は下に下ろして丸い形を作り、反対の手は上で同じように丸い形を作ります。指先まで綺麗に伸ばしてできると、より二の腕から細かい筋肉も鍛えることができます。肩に余分な力が入らないように肩はリラックスしてやっていきましょう。背中から大きく動かすようにするとよりウエストにも効きますし、背中も綺麗に引き締めることができます。先ほどの足と今の腕の動き一緒にやっていきましょう。では左右5回ずつやってみます。膝を曲げながら上半身を横に倒していきましょう。戻った時に膝をしっかり伸ばして両手を横に戻していきます。背中から大きく動かし、ウエストからできるだけ大きく倒していきます。ゆっくりあと2回いきます。早くやる必要はないので、ご自身のやりやすいペースでゆっくりでもいいので丁寧に動いてみてください。はい、では反対も5回いきましょう。あ、お尻が後ろに出ないように骨盤を立てるイメージで床から垂直に保っていきます。こう中途半端で終わってしまう方も多いので、なるべく倒せるところまでたくさん倒すことにチャレンジしてみましょう。ラストじゃあ2回いきますね。はい、とても良かったです。では3つ目は飛行機バランスをやっていきます。片足でバランスを取る動きなので、グラグラしないようにバランスを保つために体幹がしっかりと鍛えられます。胴体全体がしっかり引き締める効果がありますし、太ももの裏側の筋肉をしっかり鍛える効果もあります。太ももの裏側の筋肉は代謝アップしてダイエットをするためにもとても重要な筋肉なので、もも裏の筋肉としっかり鍛えていきましょう。それでは足を揃えて立っていきます。今まず足の動きから説明していきます。足を揃えて立っていきましょう。両手は腰に置いておきます。このまま片足を後ろに上げていきます。はい、骨盤から上半身前に倒していきます。はい、初めての方はもちろん足は低めでも大丈夫です。まずは片足でバランスを取ることを練習してみましょう。できそうな方はできるだけ足をたくさん上げますが、腰が反ったりとか背中は丸まらないように、背中から上げた足のつま先までが一直線床と平行になるように意識していきましょう。横向きでもやっていきます。では今度腕の動きをやっていきます。両腕を上に上げてピンと伸ばしていきます。このまま上半身を倒すときに両腕は頭の前に保ったまま倒していきます。で、倒すときのポイントなんですが、後で足を一緒に動かすときも左右の肩の向きが変わったり、あとは骨盤の向きがずれてしまわないように、この骨盤肩の向きをとにかく床と平行に保っていきます。これがちょっと難しいんですが、できるだけで大丈夫なので
なるべくまっすぐに保って頑張っていきましょう。横向きでもやっていきます。腕は前の遠くに引っ張るイメージで行っていきましょう。それでは腕と足を合わせて左右5回ずつ一緒にやっていきましょう。それでは足を揃えて両手を上に上げます。片足を上げながら両手を前に伸ばしてバランスをとっていきましょう。戻ります。はい、ちょっと難しい動きですが、だんだん慣れていくので足は低めでも大丈夫なので少しずつ慣れていてください。そうそう、いいです。あと2回です。さあ、お腹をしっかりと意識することでより体を引き締める効果が高くなります。最後です。はい、よくできました。左行きましょう。それでは左は横向きでやっていきたいと思います。さあ、では行きましょう。足の裏でしっかり地面を押すようにして、足の裏の親指、小指、かかとの3点にしっかりと重心を乗せていきます。足は低くても大丈夫です。腕の先から足先までピーンと一直線に伸ばしていきます。背中も伸ばしたまま最後まで頑張りましょう。はい、OK です。皆さんお疲れ様でした。どうでしたでしょうか。初めての方はたったワンポーズだけど難しく感じた方もいるかもしれません。でも私と全く同じようにできなくても大丈夫なんです。優雅な動きを楽しむだけでも精神的なリラクゼーション効果があり、前向きな気持ちになれたり、体を動かすことが楽しくなっていくので、まずは1日ワンポーズやることを目標に少しずつ慣れていってくださいね。記録をつけることもモチベーションになるので、今日はワンポーズやってみたよというのをコメント欄に残していただくのもおすすめです。それからどの動きも呼吸がとても大切なので、動画の中でお伝えした呼吸を意識してリラックスしてやってみてくださいね。私のチャンネルではこれからも体も心も心地よく前向きになれるエクササイズを配信していくので、これなら一緒に頑張れそうという方はぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。公式 LINE では今だけバレリーナのような体型を作る1ヶ月ルーティンプログラムの動画と資料をプレゼントしています。ぜひ概要欄からお友達追加して受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。